侵入者を狩るか。お前は先に木の葉に戻ってろ。話は通してある。では頼んだぞ。よし。ジライアよ。ジライア先生か。俺たちの味方ではない。今更未練もないだろ。この体で出張ってきたんだ。カトン・エンダンというやつをおびき出そうと餌をがお前だったとはの。死んだとは思って紙になっちまってるとは。この男は侵入者です。今すぐこいつを。少し離れ。ガマ油断。いわ長門とヤヒコはどうし。噂は嘘なんだ。 あいつらのうちのどちらかじゃの。まさかこんなことになっとるとはの。チマルの言う通りにしておけば。この子たち血を殺しておけばよかったなんぞ。悲しいだけじゃ。先生はあれからの私たちを知らない。だと言って暁なのか。これが自分で考えた結論ですよ、ジライア先生。外見はだいぶ変わったが、お前がペインだったか。長門変わったな。長門打ち寄せの術。コナン、お前は下がっている。ヤシコはどうした。いたな、そんなやつ。死んだよ、そんなやつ。やることも人のそれになる。だからといって友への思いを捨てるのが大人になること。神となれば言うことも考えることも。あなたはまだ人のまま。その時には見えなかったものが、人にはできないことができることに気。この戦いだらけのくだらない世の中に終止符を打う目的なら、なぜ美獣を集める。新しい禁術を作るため、最大最強の禁術兵器を。それにどう終止符を打つから聞いておろうが、わしの質問に答えろ。何を言うようになったの。冗談なんかじゃありませんよ。俺の理想は。ガキにガキ扱いされるとはの。語り手千人に妙木山のガマ妖怪。おお。自分は不器用なもんで。こいつを相手に様子見はない。全力で行くからの。千人モードを使う。まさか あの二人を呼ぶまでちっとばかり時間がかかる。不器用なりにやってみよう。消えおったか。結界戦術でやるしかないの。足を踏み入れたら感知する。お控えなしてもらいやす。器用じゃねえか。狭い場所に誘い込むぞ。どうやら術の肝は。上だ。じゃあキリがないの。相手も無尽蔵に分裂。違いがないの。このワンパターン目が。やっぱり不器用ですから。ガマケンさんが動けとる暇はないか。りゃこれくらい人のみよ。消えた。犬もろえとりゃせん。しまった。ガマケンさん。
よくもまあ次から次へと。な、早い。の、遅くなった。口寄せの術しか使ってこない。自分が戦うまでもないということか。わしがやる。戻ってくれ。女に持てんようになるようで、その体は嫌。何せ相手がリンネガンだして。もうなかろうが、一人で仙人モードに変。では行きますぞ。あれほど苦労して呼び出して、天聖自身に変化が起きておるんなら、その陸道の呪物探知でこっちから一気に引きずり出しちゃう。死のかつての教え子でしての。こんな奴がおったとは聞いとらんぞ。予言の子かなら、なんでお前が戦う。地方向には成長しなかったよ。ほんなら行くで。あれがリンネガンか。嫌な目じゃ。天の子だとはの。口寄せの術。今度は人間の口寄せか。倒すのが死の役目だの。リンネガンが3人もいるなんて、ネタがありそうで。あ、豪傑。耳元でギャギャうるさい。やるな。気にしてさっさとやってしまいますぞ。天保五右衛門。やったか。が消えた。もろに狂ったはずじゃ。陰線で確かめてみますかの。大玉螺旋丸。全てを吸収しやがるのか。手を取ったで。れば間違いなく捕らえていた。一度ならずも二度までも、声もアイコンタクトもなし。ボンはわしの術の中でも最も早く盾でガードするしかない。ジラリアちゃんはなんかネタがあるという。さっきあいつらの背後。それはわしも気づいていましたが。おっか、あの目、三人とも同じ目じゃ。昔あいつらは一体何者なんじゃ。この仙人モードでもまず殺される。ここまで強いとはの。して、はい、この中を通って逃げ。して策を立てるんじゃ。それには少し時間がいる。そうゴロゴロリンネガンがいるとは思えんですし。のペインとは一体何者なんだ。こちら三人の視野はつながってて共有しと。視野は人の3倍。しかも白眼と違うて、隠語結んでチャクラを狙んで。そんな目を持つ奴らなら常に三人離れずのコンビネ。もう忍術もダメなら現実しかなかろ。あたしは嫌じゃけんの。やだ、なんで。おじじ様は夫婦仲良せ言ったじゃろが。あの最強の現実は歌で相手の聴覚に訴えてはめる術じゃ。音の組み合わせ、つまりメロディーを聞かせて幻聴にはめる。術にはめればこちらの勝ちは確。どうした。危なくなったらすぐさま肩から消えて。忍びの世の行方がかかった。一種の賭けですが。なんだ現実。カトン大炎弾。そうきたか。は一個体に一系統の能力しか持ち合わせてない。かかったな。さらにこれで1対1。口寄せはさせん。やられた。あんたにこんな現実があったと。相手でも油断はするなと教えたはず。を乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。少しの間だが、お前だと信じていた。さよならだ。現実の歌は喉に負担がかく。あとはゆっくり休んでくだされ。油断はするなとあんたから。どういうことじゃ。そうか、わしらの現実にかかりきる前に。
ここに剣山。口寄せした奴らの術か何かで復活させた。だからほんまに人間かいな。お前は一体何者なんだ。俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。6人もの輪廻丸が。お前はなぜお前が輪廻丸を持っている。一体何なんだ。我々はペイン神だ。なぜお前がナガトの目を持っている。講座を諦めんさい。結界か。なん。大丈夫か、構造。正体も奇妙じゃけ。誰も彼の顔をよく知らない。実際には存在しないんじゃ。どういうことだ。それに。思い出した。ガジャナ、前に一度手合わせしたことがある。やっぱりそうだ。全員わしの会ったことのある忍びだ。人の正体の行くのが頭に伝えなくては。予言の子は間違いなくお前だ。逃げられたか。これでちったマシになったかの。ほどほどにあっぱれあっぱれ。渦巻きナルト物語。